ございます。北海道4日目の朝、脇見運転は危険です。5時9分です。6時からやってる温泉があるみたいなんで、そこの温泉に入って高速に乗ってから旭川方面に向かいます。旭川まではママさんに運転してもらいます。夕べちょっと遅くまでお酒を飲んでたのでやばいかなと思って、一応運転は代わってもらいました。朝風呂に来ました。ホテル美しの湯温泉さん、朝6時からやってます。あーさっぱりした。道の駅旭川に来ました。ここで2泊する予定です。でも分かりません。行き当たりばったり。びっくりしました。道の駅旭川は車売ってます。まあ多分イベントだと思いますけど、フードコートも人が増えてきました。旭川のアサッピー、分かりやすい。今道の駅から旭川駅の方に歩いてます。そこでレンタル自転車を借りようかなと思ってます。旭川駅到着。初めて来たけど大きいな。やっぱり北海道第2の都市だけあるな。駅構内のレンタル自転車屋さんで自転車を借りることにしました。電動アシスト借りようと思ったんですけど、もう連休に入って借りれないっていうことで、結局ママチャリを2台借りることになりました。男山酒造作り資料館。そうか、二人とも飲めない。これ無料なの？へえ。お邪魔します。ありがとう。あ、酒粕の匂いがするので。ありがとうございます。すごいね。辛口のお酒。甘口や。一緒。超甘いだから超甘い。うわ。同じやつをしちゃったで。超甘い。こんな甘口あるの？飲みやすいけどめっちゃ甘い。なんかに似とるな。陽明酒。甘酒の
お酒のしっかりしてる味ってやつ。さあラスト、男山とか言ったらね、全部男山これね、覚えとかなかんの、浮世絵のタイトル。どうしよう、ラスト。美味しいの？うん。蔵元限定甘口純米酒。甘口。あ、飲みやすい。一番は煮てるし。雪解け水。水を汲みに来て見えるのか。すごいね。パパも挑戦。お昼ご飯に焼肉屋丸マス屋さんに連れてきてもらいました。神フラのポークしよう。安定だ、はい、バイ。いただきます。まさか朝以下でホテル取れるとは思わなかったな、うん、今の今回のこの旅行でも、旅行か車中泊でも朝必ず今日も入ってきたけど、温泉行って夜も入る。温泉を2つ必ずルートに入れとかないと。ベッド2つ、テレビがあって、エアコンもあって、トイレとシャワー、十分です。旭川ラーメンの醤油。これが醤油なの？これが醤油なのか？でもうまいよ、うん、味噌っぽく感じない？うまい、うまい。不安になってきた。違うのかもしれないけど、前やな、食べちゃったから。ごま味噌？いただきます。ごま味噌なのかもしれないね。ごま入ってるし。旭川の居酒屋ワン、ワンに行きました。あれ ?1 ヶ月前？そう、恐竜の時。1ヶ月前の福井に行って恐竜博物館行った時に、福井駅前店に行った居酒屋ワンさん、はい、偶然です。偶然、でもなんか安心して入れたお店です。
他の店は予約で満席でした。これ美味しいですよ。これがパリパリで美味しい。何これ？春巻きの皮じゃない？を揚げたやつかなと思って。うまいやん、パリパリして。うん、結構分厚いね。いただきます。あ、すごい油が。うん、あ、うまっ。うん、うまっ。うまい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 。うん。うまい。コリコリしてるよ。パパがタコ食べます。でもタコ好きやろ？うん。いかが？うまい。美味しいやろ。コリコリやね。牛バラとかがコリコリしてめっちゃ美味しい。いただきます。美味しい。また辛いやつを頼んだんでしょ。匂いは辛いの。いただきます。おいしい。牛ホロ。牛ホロ。コロ。牛ホロ。バン。